はい、今回は、はい、田中ロボ、田中ロボ、田中ロボ来ましたよ。店名的にはね、ちょっと予想が全くつかなかったですね。そうなんですね。ちょっとふざけた店かみたいなね。と思ったらものすごいこれまた新しいラーメンねこれ。はい。いやこれね、やっぱ新しいのかでも懐かしいのか分かんない。懐かしい分かんない感じですよね。はい。でも本当ものすごいこのシンプル、そうそうか新しいよな、あんなの普通乗ってないからね。乗ってないです。あんなの乗ってないですよ。あんなの乗ってないです。はい。でまた何が驚くて、あの店主の年齢。それが今日一驚いた、はい、驚きますね。僕もあのちょっと面識あったんだけど、はい、全然年下だと思って割とタメ口ぐらいで言ったけどもう次からもうすいませんって感じで、そうですよ、ヘコヘコしないと。でもそこからこだわってラーメン屋を始めて、そう、ね、すごいこう第二の人生、はい、またねこいつちょっとなんかこうねちょっとドラマもあるんでしょうね、はい、こういうね本当なんかやっぱ面白いですよね、その元カメラマンさんですかね。そうですね、カメラマンさんならではかもしれない、この盛り付けの綺麗さとかね、綺麗でした、ね、いろいろねこの番組見てね、はい、美味しそうだと思ったらぜひ来てみてください。はい。